こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、面白いおもちゃを紹介したいと思います。発掘きゅうり、あのプラパキット、あ、ティラノサウルスですね。はい、多分皆さんこれご存知だと思います。ご存知ですかね。アリキン大好きなあのお菓子ですね、おやつ、これね、あのキャラパッキーですね。で、まあきゅうりの中で開けましょうかこれがね、結構美味しいよ。美味しくて面白い。はい、おー、はい、今回は、はい、1番ですね。あの、はい、これです。これゲットしました。はい。で、これパキパキすると、これが出るんですね。あー、じゃあ後で食べます。面白い。で、これの、じゃじゃーん、プラモデルです。面白い。キャラパキじゃなくてプラパキと食べられません。もちろん食べられません。これこれを同じように、これ全部、まあ、パーツを取り出して、白いパーツで、それだと、パーツを組み立てるとティラノサウルスになります。おー、フィギュアですね、立体。面白いですね。食べられませんでした。本当はこれ食べるといいんですよね。はい、こういう組み立て方法はこれですね。パキッパキッパキッつったらもうこれでこうなります。なかなかいい発想ですね、キャラパキ。面白い。では、ヤマダ電機で買いました。安いです。539円です。税込み。はい。では、開けましょうか。はい。どうやって開けた？おー、すごい立派な箱に入ってます。はい。開けます。おー。これです、パッツは。イエーイ。面白い。はい。はい。じゃーん、パーツです。おー。はい、これは、はい、あの、おやつです。チョコ。ほら。あ、真ん中はちょっとチョコは色が違うけど、だいたい似てますね。いいですね。かわいい。おー。で、これパキパキするんだよね。もう本当に。あ、でもこれ、切った方がいいね。ニッパで、お、あ、これでほら、取れた。パーツはいいですね。はい、ということで、ちょっと今から組み立てたいと思います。はい、これこうなってますね。組み立てはこういう風にすれば、はい、あ、ティラノサウルスになります。おー、これ全部、あ、これパキパキするだけでも、はい、立派なしで取れますね。さすがパキッとパキッと、チョコと一緒で。いい発想ですね。あ、素晴らしい。で、はい、今から組み立てます。少々お待ちください。はい、パーツは全部パキッと外しました。はい、これもともとの、まあ、チョコみたいですね。はい、おー、これです。まあ、ほとんどニッパーとか使わなくてもいいんですけど、結構あの力が必要ですね。大人でやった方がいいですね。子供は無理か。面白い。はい、これね、パーツ全部。はい、ではこれからこの鉄と取説に従って、はい、あの組み立てたいと思います。はい、はい、できました。おー、想像よりはすごい、結構迫力があります。いいですね。あと若干塗装したくなりますね、グレーに、あの骨らしいのところ。おー、でもよくできてます。あの組み立ては簡単です。ちょっと、はい、若干何も、接着剤もいらないし、パキッパキッと取り付けるだけで、ちょっと若干あの力が必要です。でも、およくできてます。
500円の割に結構いいですね、このおもちゃ。あーかっこいいあー、はい、このもともとは、はい、これですね。あー、あと、ほんとキャラバッキの、はい、クブ、これチョコですね、おやつ。いいですね。おこれ動かせますですね、結構体とかあの口とか、ほら結構楽しみ、あの手も動く、若干動かせます。おいいおもちゃですね。はい、ではこれからちょっと台車に乗せて、まあはい、展示したいと思います。はい、プラパキットのティラノサウルです。おかっこいいですね。ちょっと後で塗装してみます。もう少しグレー感が、あの骨感がとか出したいと思いますでも結構よくできてますね、このキット。かっこいいティラノサウルス。はい、ということで、以上です。アリキンちゃんでした。今回は発掘恐竜のパラパキットティラノサウルスを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、本当に可愛いですね。はい、これですね。面白いおもちゃです。結構よくできてます。このプラモデルというか、はい、キットですね。はい。お、本物の、キャラパキットおこれが、はい、おもちゃです。はい、では、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。